京台東区美濃は下町情緒にあふれ古き良き昭和の時代を感じさせるこの街にひときわ異彩を放つ宿がある。何やら妙に四角い5階建ての建物、その名も安頓旅館。このモダンながらもどこか和のテイストを感じさせる建物は日本伝統の照明器具安頓をイメージしたものだという。早速中を覗いてみると、そこは和風を基調とした落ち着いた佇まい。しかし目に飛び込んできたのは、あちらもそちらもそしてこちらも外国人のお客。デンマークから来ました。ルクセンブルクから来ました。ドイツから来ました。実はこの安頓旅館、宿泊客の実に8割を外国人観光客が占めるという。一体なぜこれほどまで外国人が多いのか。素晴らしい旅館だよ。古いものと新しいものが一体となっているのがいいよね。人気の理由の一つがアンティークとモダン、そして和と洋が融合した内装やインテリア。通常の旅館ともバカホテルとも違う、なんとも独特な雰囲気。それを特に象徴しているのが浴室。壁には浮世絵、でも浴槽はジャグジー。日本人にはちょっぴりミスマッチな気がしないでもないが、外国人には大好評だ。そんな日本初体験の外国人にも人気の安頓旅館。しかし4畳半という狭い部屋、他の外国人のお客は平気なのだろうか。文化的にいいと思いますよ。こういう小さい部屋でこんな風に寝るのはいいね。普段は大きいベッドで寝てるからね。伝統的な和室だよね。とても気に入ったよ。伝統的な部屋を体験できていい経験になったよ。こじんまりとした空間がある意味新鮮で日本らしいと好評のようだ。そんな安頓旅館を切り盛りするのが石井敏子さん。石井さんが安頓旅館をオープンしたのが今から12年前。なぜこのような旅館を始めたのか。初めから外国人のお客様に日本のその生活様式だとかそういうのを体験していただきたくて、旅館にどうしても旅館にしたかった。安頓旅館の宿泊費は一室一泊6,300円、2人で利用すれば3,000円少々と確かにかなりお手頃だ。そこで長期で宿泊するお客も多いという。スノーボードに来たんだ。それと庭園やお寺を見てね。それから京都、広島、宮島、直島へ。1ヶ月の日本旅行に来たオーストラリア人男性客、安頓旅館には1週間滞在予定だ。宿泊費を抑えたい。安頓旅館はそんな外国人観光客にもぴったり。さらに実は外国人に人気の理由は他にもあるという。ロビーに集まったお客たち、石井さんの指導で習字の体験教室がスタート。これはどういう意味ですか。近年欧米では漢字がファッションやデザインとして注目を集めているとあって、習字教室は大好評。さらに習字だけにとどまらず、折り紙やお茶、
日本酒の利き酒などの体験教室も開催。さまざまな日本文化を体験できる旅館として人気を呼んでいるのだ。3000円少々と確かにかなりお手頃だ。そこで長期で宿泊するお客も多いという。スノーボードに来たんだ。いや、それと庭園やお寺を見にね。The gardens and temples and yeah。それから京都、広島、宮島、直島へ。1ヶ月の日本旅行に来たオーストラリア人男性客、アンドン旅館には1週間滞在予定だ。宿泊費を抑えたい。アンドン旅館はそんな外国人観光客にもぴったり。さらに実は外国人に人気の理由は他にもあるという。こちらも外国人のお客。デンマークから来ました。ルクセンブルクから来ました。ドイツから来ました。実はこのアンドン旅館、宿泊客の実に8割を外国人観光客が占めるという。一体なぜこれほどまで外国人が多いのか。素晴らしい旅館だよ。古いものと新しいものが一体となっているのがいいよね。人気の理由の一つがアンティークとモダン、そして和と洋が融合した内装やインテリア。通常の旅館ともまたホテルとも違う、なんとも独特な雰囲気。それを特に象徴しているのが浴室。壁には浮世絵、でも浴槽はジャグジー。日本人にはちょっぴりミスマッチな気がしないでもないが、外国人には大好評だ。そんな日本初体験の外国人にも人気のアンドン旅館。しかし4畳半という狭い部屋、他の外国人のお客は平気なのだろうか。文化的にいいと思いますよ。こういう小さい部屋でこんな風に寝るのはいいね。普段は大きいベッドで寝てるからね。伝統的な和室だよね。とても気に入ったよ。で、東京台東区美濃和、下町情緒にあふれ古き良き昭和の時代を感じさせるこの街、ひときわ異彩を放つ宿がある。何やら妙に四角い5階建ての建物、その名もアンドン旅館。このモダンながらもどこか和のテイストを感じさせる建物は、日本伝統の照明器具アンドンをイメージしたものだという。早速中を覗いてみると、そこは和風を基調とした落ち着いた佇まい。しかし目に飛び込んできたのは、あちらもそちらも、そして伝統的な部屋を体験できていい経験になったよ。こじんまりとした空間がある意味新鮮で日本らしいと好評のようだ。そんなアンドン旅館を切り盛りするのが石井敏子さん。石井さんがアンドン旅館をオープンしたのが今から12年前。なぜこのような旅館を始めたのか。初めから外国人のお客様に日本 の, その生活様式だとかそういうのを体験していただきたくて、旅館にどうしても旅館にしたかった。アンドン旅館の宿泊は1室1泊6300円、2人で利用すれば